ックアップアイドル紹介 SSR アイドル君とセミブルー姫さきりなみスキルカードニュードーグモト君プラス次に使用するアクティブスキルカードの効果をもう1回発動1回1ターン好調5ターン消費体力減少2ターンレッスン中1回重複不可 P アイテム君と分け合う夏プラスターン開始時消費体力減少状態の場合絶好調1ターンスキルカードを引くレッスン内3回調子いいとも次のポーズは一緒に弾けちゃおう落ち着いて見えてるのかな。バッチリかも。落ち着いて。一緒に弾けちゃおう。いいかも。セミブルーリナミ、アクティブ限定だけど国民的アイドル自前で持ってんじゃん。やばくね。国民的アイドル。要は直後に使うカードの効果を2倍にするセンスアイドル必須級最強カードの1枚である。強すぎて当然基本は1ライブに1回しか使えない。たまに青汁から出てくると脳汁がやばい。ジェネリック国民的アイドルを積み込んできた姫崎里奈美さん。水切り奈美さん国民的アイドル自前で持ってるの強くない？国民的アイドル内蔵って効果はみ出しすぎだろ。リナミセンスだから国民的アイドルも使えるから実質それ2枚あるのと同等だからエグいと思う。国民的アイドルとかしたリナミお姉ちゃんってこと？水着リナミ、一人だけ国民的アイドル2枚積みしてて大変ずるい。リナミ、国民的アイドルすぎてガチャ石砕くか。水着リナミの固有、国民的アイドルみたいだけど追加行動ないしアクティブ限定だしどうだこれ。国民的アイドルと違って次に使用するアクティブカードって書いてあるから間にメンタルカード挟んでもいいの強くない？水切り波の固有札、アクティブでしか起動しないからむしろ国民的アイドルより使いやすいまでない？時短強欲な壺からコーレス引けでもしたら脳汁やばそう。リナミお姉ちゃん強くね。好調と消費軽減ついた国民的アイドルとセルフ絶好調やん。セミブルーリナミ、国民的アイドルプラス好調5ターンかつ自前絶好調クソ強くないか。国民的アイドルに好調セットついてくるのはちょっと犯罪なのでは。P は責任持って捕まって。リナミのカード結構とんでもないこと書いてて笑う。国民的アイドルの何倍も強いやん。リナミ、国民的アイドル2回打てるのやばすぎるな。それに加えコンテストでははみ出したい方の P アイテムも詰めるなんてよ。水切り波、固有がアクティブ限定の国民的アイドル？無デコでも良さそう。実質国民的アイドルの上位互換な上に任意で絶好調にもできるバグカードか？国民的アイドルと魅惑の視線と始まりの合図を全部一人でやってるやんけ。国民的アイドルと魅惑の視線両方デコで持ってるようなものじゃん。壊れかよ。国民的アイドルを自前で持つのは強すぎてダメだそりゃ事前に性能向上しねえわ。こんなん事前に公開してたら限定水着すみかわいし温存してこっち天井しよってなって売り上げに響いてたかもしらんな。使ってみるまですみかはあそこまで強いと思わなかったし。固有で国民的アイドルは強い。まあ通常 SSR のリナミお姉ちゃんの固有が弱すぎて何着ても強い状態ではあったが。水着リナミ、国民的アイドル、リナミスキル、コーレスとかできんの？やばくね。水切り波って国民的アイドルと併用したらコール&レスポンス禁断の4連打できるのかな。リナミ固有、国民的アイドル、コーレスを決めたら黒線くらいめちゃくちゃ気持ちよさそう。このまま頑張るね。ワン、ツー、スリー、フォー。一緒に弾けちゃおう。ファイブ、シックス、セブン。そうかな。ワン、ツー、スリー、フォー。3連ダーだと思った？2連ダー止まりです。国民的アイドル、固有で固有2回掛けにしても A カード3回発動にはならない。素直にバラバラに打ちましょう。1ターンで消える2回発動 ×2 になるってことね。国民的アイドルは重複しない同時に消費されないからリナミ固有、アイドルだと2回発動が2セット用意されるって挙動になる。
残念ながら入道雲と国民的アイドル重ね掛けしたら3倍とか 2×2 で4倍とかじゃなくどちらかのもう1回発動効果だけが発動する。片方は残るけど入道雲は次のターンまで効果が持たない。リナミのスキル次のアクティブカード来るまでメンタルカードでやり過ごせばいい？と思ってたら次のターンでアクティブカード打たなきゃ消えるのか。1ターンで消えるの別にふーんって思ってたけど実際に使ってみると意外と汎用性は国民的アイドルよりだいぶ劣る感は否めんな。国民的アイドルさん、やっぱりすごかった。国民的アイドルはターン数制限ないからパスでいくらでもカードを使わない限り引き伸ばせるけどリナミカードは1回1ターンだから1ターンで消える。水着リナミ、固有が国民的アイドルと見せかけてスキル使用回数追加がないから基本的には自ターンのドローにお祈りなのが難しいな。国ドルほど雑に振って強い札ではない。理想国民的、入道雲、3は4倍コーレス。現実国民的、入道雲、2倍コーレス&2倍何か。だから国民的アイドルで入道雲を倍にしたらプロテインとかで同じターンにもう1回動かしてやらないといけない。国民的アイドルからの水切り波固有スキル。左の表示見るにホエイプロテインか2回行動 B アイテム化しプレヒコールで1ターンでカードを2枚使えれば2回発動を2回発動できるね。逆にプロテインさえあれば、入道雲の好調バフ増やしながら強いカード2発打てるのは普通に強いから、問題はそのラストターンにクソ強カード2枚を揃えられるかだが。基本は入道雲と国民的アイドルは別に使うのが丸いか？さすがに単純に国民的アイドルのほぼ上位互換とかではなかったか。即時発動できないからプロテイン控えてたりしないとラストターンに引くととても悲しくなる2敗。国民的アイドルは最悪バフ2倍にできるし、最後に火力と同時に引いてもあらかじめ引いても仕事するのが本当に偉かったんだなとしみじみ。最低好調3ターンついてるからなるべく国民的より先に発動させたいけど序盤で発動させたいのはバフスキルだからアドリブとかシプレヒとかを引けるかが問われて鬱になりそう。だからといって2巡目を待つと最後のターンに引いて発狂する。アクティブといえば入道雲くんなぜかアクティブカード分類なんだね。国民的アイドルはメンタルなのに。何聞いてるの？もう攻撃要素1個もないのになぜかアクティブ分類という学マスなな不思議の一つ。そのおかげで水着スミカのファンネル打てる場面とかもあったけど。サポカの方活動支給は使いにくそうと大体みんな思ってそうだったけど、こっちは国民的アイドルで弱いわけないと思ってた。意外と使いにくさある。まあ弱いわけはないが。まあそれでも普通にセンスの中では限定に恥じない強さなんですが。それでも単体で好調増やして自分のスキルの発動トリガーになったり最大値は結構凄そうだからしばらくはセンス最強ではありそう。水切り波、開幕4ターン目でスコア16,500稼げるとかロマンの塊か？思ったほど必須ではなかったけどまあ強い。水着スミカってガチでやべえなと暫定ナンバー2適当水切り波育ててると思うわ。比較対象が1個前のスミカなのがね。水着にせやね、舐め返すように見てる。うん、話題の隙間やば、対戦の主張えぐみレガシー。太もも、谷間、いつでも舞台に立てるように磨いてきた腹筋、ケツの縁がたまらなすぎる。動くたびに太ももや揺れ物意味深が揺れる揺れる。はみ出しちゃう、うんたまらないの。効果がインパクトありすぎて一瞬忘れてたけどそうそうこれが本来の楽しみ方？よ。強いけどレディリップや距離感に慣れすぎてて体力管理何回かミスった。工場リナミやっぱ使いやすくて強かったんだなぁ。コンテスト、セミブルーメインなら固有スキル SR リナミの方が強そうだしこうしようかな。新しく追加されたドリンク国民的アイドル効果って水着リナミに続いて国民的アイドルのバーゲンセールかよ。夢の8倍コーレスはできなさそうだけど早く使えるようになりたいわ。水切り波が国民的アイドルなら次の限定で私はスター互換も来るかもしれないよな。学園アイドルマスター、大好評配信中です。ご視聴ありがとうございました。